はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個に100円ローソンのゼロコーラを混ぜて飲んでみました。まあ、この組み合わせは鉄板の組み合わせでして、相性抜群の組み合わせです。まあ、コーラの中でもね、コーラってコカ・コーラのコーラとかトップバリューのコーラとかメッツコーラとかペプシコーラとかいろんなコーラがあるんですけども、この100円ローソンのゼロコーラはすっごい美味しいです。まあ、美味しいとか美味しくないは別にどうでもいいんですけど、ちょっと僕今体調不良でして、熱が今38度あるんですよ。コロナになった可能性がありますね。僕明日仕事なんですけどね、まあ、コロナだったらもう行けないんですけど、すっごい体調悪くて、筋トレはちょっとできる状態じゃないので、今はやめておきます。ちょっと映ってるかわからないですけど、もう汗がすごいにじみ出てまして、もうすごいしんどいです。まあ、鼻水とかくしゃみはあんまり出ないんですが、頭が結構ガンガン痛いですね。でコロナになってもしもハゲちゃったらどうしようっていう感じですね。コロナでこう脱毛しなかった毛が結構抜ける方多いらしいですから、私はハゲる遺伝子を持ってますので、まあ将来的にハゲるのは諦めてるんですけれども、まあ、40歳ぐらいまでは髪の毛残っててほしいなっていう、あわよくばっていう気持ちがありますので、ちょっとまだハゲたくないんですよね。まあ、彼女ができるできないはもうどうでもよくて、まあ、僕はもう将来的にね、一生彼女いない歴年齢で人生を終えるのはいいと思うんですけども、モテるとかモテない以前にやっぱり髪の毛はね、40歳ぐらいまではあってほしいんですよね。まあ、髪の毛なくなったらなくなったで動画のネタにしますので、まあ別にいいんですけど、もう開き直りますから、私は無敵の人ですからね。というわけでちょっと今日は体調が悪すぎるので、この辺で失礼しようと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。